いつもビニールのマルチを使っておりましたが、今回水を通すマルチということで、不織布の穴開きといっても、こう普通に言う丸い穴は開いてません。映像の通りの穴です。1m×10m、ちょっと試しに使ってみたいなと思って貼りました。不織布の、玉ねぎ名人です。趣味での、野菜作りです。ちょっと2m ほど。マルチ足りませんでした。普通の、ビニールのマルチでここはしたいなと思います。出来具合もちょっと比較できるんじゃないかなと思います。よいしょ。こちら2メートルほどは今まで使ってたマルチに穴を開けて植えたいなと思ってます。不織布の水を通す、玉ねぎのマルチです。また経過映像は次々撮っていきたいなと思います。向こう側は白菜と大根、よくできております。ここのような状態です。白菜です。青虫かな。ちょっと一部つついております。無農薬栽培です。趣味で、作っております。趣味といってもちょっと場所が広いんで、ミニのトラクターちょっと隅っこの方の作業がうまくいかないんで、こまめを買いました。初めてこまめで、耕した状態です。人参です。
ちょっと消えてます。ニンニクです。油です。水菜です。あともう少しピーマンが取れます。これを取ってしまわないとつい畑がすくことができません。ネギに応援そうです。ちょっとずつずらして、あと空いてるところ種まいていきます。ここです。玉ねぎ名人の不織布のマルチを今回使ってみますという動画です。うわ、大根もドーン。はい、玉ねぎ植えます。深植えは深植えしたらあかんねん。 深植えせんでもいいんだろ。深植えしたらあかんねん。あかんのか。根っこだけちょっとやんな。取れとは戻ってやる。父さん取れとは言っとったね。うん、言えないよ。言えない。手伝うんと移すだけ。手元が見えんやろ。見えた。
この植え方が応答かどうか知らんで。お箸で入れようとこう分かっとってやるな。この苗をここ。おいちょ前にね、ネギの匂いがしよら。それは匂いがするわ。ないやん。あれ、強烈だよな。これは言えないやな。うん、言えないや言うたった。今年は玉ねぎが取れるぞ。玉ねぎ農家さんはこないしてここへこうしてこうして植えてるだけなんで、簡単に植えたたでシャッシャッシャッと。そうよ、もういいです。こっち赤玉ねぎやな。ちょっと赤なって、うん、はい、また植え終わったら写真撮りに行きますはい、不織布のマルチのあと玉ねぎ終わりました。じゃーん、じゃーん、300本です。300本です。はい。綺麗に育って植え付け完了です。また少ししたらピンと立ち上がると思います。